ビクトル・セバスティアン・エルムは、スウェーデン・カルマル出身の同国代表の元サッカー選手。兄のダビド・エルムと弟のラスムス・エルムも、サッカー選手で、ラスムスの方は、スウェーデン代表として活動した。2004年に、ファルケンベリ FF で、デビュー以降は、兄・ダビドと共にプレーをし、2006年に、弟・ラスムスが在籍する、カルマル FF へ移籍した。 シーズン終了後に兄もカルマルへ合流することになり、2007年4月9日のアイク・ソルナ戦でビクトルが先発出場し79分にラスムス86分にダビドが投入されたことにより、スウェーデンサッカー開始上2度目となる3兄弟が同じピッチに立った。ちなみに、グンナー・ノルダールで有名なノルダール3兄弟全員が、 同一チームに所属した最初の例だったが同じピッチ上に立つことはなかった。この年はチームがトップリーグ参戦した1985年から最高となる2位に位置づけ、またスウェーデンカップでは初優勝した1987年から3度目となるタイトル獲得するなど素晴らしい時を過ごす中、ビクトルをはじめとするエルム三兄弟は二千七年後半戦から 大きな役割を果たした。2008年は悲願のリーグ初優勝を3兄弟で経験する中、ビクトルは最後のホーム試合で4得点を挙げる活躍を見せるなど得点ランク2位の15得点を記録し、優秀 MF に輝く最高のシーズンを送った。UEFA カップ2008から09予選1回戦のフェーノールトとの第一戦では、 アウェーの地で決勝点を挙げ、1から0の勝利に導いた。2008年秋にエールディビジの SC、ヘイレンフェーンへ自由移籍することに合意し、2009年1月の移籍市場で正式に加入。KNVB カップ4回戦のフェイエノールト戦で初得点を含む2得点を挙げ、2009年2月8日のナックブレダ戦でリーグ初得点を記録した。 2011から2012シーズン終了後にチームと契約延長しないことが決定。2012年6月に A.G. アルクマールと4年契約を結び、カルマル時代以来となる弟のラスムスと共にプレーすることになったが、ラスムスは7月に PFC チェスカ・モスクワへ移籍した。8月12日のアヤックス・アムステルダム戦で公式戦デビューをし、9月27日に KNVB カップの SC フェーンダム戦でハットトリックを達成。9月30日の RKC バールバイク戦で移籍後初リーグ初得点を記録。マールテン・マルテンスが負傷、ニック・フィールヘーフェルが出場停止のため2013年1月25日の BBB フェンロ戦で首相を務めた。KNVB カップで合計5得点を挙げ、 チーム史上4度目となる優勝に貢献した。2015年3月30日に兄であるダビド・エルムと弟であるラスムス・エルムの所属するカルマル FF に復帰した。これにより約6年半ぶりに3兄弟がカルマル FF に揃った。2008年1月19日のアメリカ戦でスウェーデン代表デビュー。2009年6月6日に2010フィーファワールドカップ。 ヨーロッパ予選のデンマーク戦で68分に、ダニエル・アンデションと代わり出場し、公式戦デビューをした。デビット・エルム・ランナー・フォークンバーグス FF、アルス・ビンス・ケン・ヘロア・マチャン・ファーメーション、アイク・コルマー FF、グルダーナ・エルム・ヒスタースカ、トレブ・ローダー・モスト・テルバン、コルマー・ボン・エット・シルバー、コルマー・レディー・ツー・セレブレイト・メイデン・タイトル・ A ・ B。 アレッツ・ミハルテア2008フェーエーノールトレイから1コルマーダッチカップラウンドアップエルムジョインズブラザー・アット・エージー3兄弟が同じクラブに次男が母国のフルス復帰で約6年半ぶりに揃い踏みサッカーキングありがとうございます